てそうですから <laughs>、それをですね、ちょっと解説してもらいながら、ちょっと私もいろいろコメントしてみたいなっていうふうにまあ思っております。はい、それで早速ですけど、田辺さん、ちょっとあの東京・中国の履行者予定一覧表っていうのを出してくれるかな。はい、あこれです。えー、というわけで、なんかあの翼の塔というところから根本さんって方も、うん。 いうなうなことになってまあまあ、これは正直言って、ちょっともうあんまり <laughs> 私がないあの知らんか関係ないか計算してないけどね。<laughs> はいはい。で、日本共産党は、こう取り下げて立憲民主を支援に回った。これ、高橋さんの言ってたとおりになりましたね。そうだね。やっぱりそれは、うん、それはそうだしょ、ょ普通はね。そうだね。で、うん、というわけで、一応まあ今のところ8人と、まあこれでほぼ出揃ったんじゃないかなと思います。<laughs> はい。 おこれをがどうなるかっていうことなんだけど、その高橋さんの記事をですね、ああちょっと勇敢夫人にお許し入れてないんだけど、まあ自分でて。お許し入れてないからな。<laughs> お許し入れてないけど。<laughs> 本人が言うんだから問題ないだろ <laughs> まあ私もこ貢献してるし、まあ問題ないだろう。<laughs> ちょっと高橋さんの記事出してもらおうか。高橋さん出して、や出しはいはい、これです。<laughs> 今日のらしいんだけどね、なんかうこれ、今日のだろうな。うんああ いやそいでねあ無所属で出場表明で隣に音けさんの出てるからそうだよ、うんうん、今日でしょうそれでねここにあのー、まあ表が載ってるんで<あ>えー、これの解説を先にちょっと聞かせてもらいましょうかああああうんうんまあさこんなたくさん っていうかさ、出るとさ、まあ、これ一応夕刊富士だから、ま私作った表にはさ、この翼の何とかって書いてなかったんだけどさ、はいはいはい。いや、さすがに、あの、編集部が書いてくれるんだよ書いてくれるんだよな。なるほど、付け出すわけね。うん。あの、なんていうかな、その、最初にね、予測する時の考え方をちょっと言うとね、考え方言わないとちょっと分かりにくいんだけどね。まあね、一番最初にね、実はね、 うん、ここに下に下にも書いてあるけどね、うん、まあいろんな前提がないと計算できないんだよなこれだってなそれでどういう前提かっていうと、まあ、有権者数43万人ってこれはまあこんなこれは簡単な前提なんだよねはいはいそれで投票率は実は6割としたんだよねなるほど、うん、6割とするとねい二25万票なのなるほど、うん、25万票どのように割り振るかってそういう計算になるんだよねなるほどはい、うん、それでねまあそこが難しいんだけど、はい、あの。 えっと12月に江東区長選挙っていうのがあってね、はいうん、その時に、えー、っとフ,ァファーストの会ね、国民、はい、ファースト、それとあと、はい、自民と公明、はい、国民民主っていうのが実は相乗り候補になってて、はいはい、それでその時にそ,のそこはあの実は。 えっとその全体の35%を取ってるんだよね。はいうん、それであともう一人の候補はこれは、えー、っと立民と共産の相乗り候補。うんはい、でこれが20%を取ってるんだよね。あと残り45%はその他なんでね。ははい、はい でそれはね結構今回にも使えると思ったんで特に立民と共産ね、まあ、完全に使えるんだし、うん、この乙武さんっていうのもこう、ね、中身が崩れてるからこれから説明するんだけど、うんまあ、とりあえずこの、うん、えと前の12月の表を実は表、うん、割りを使うんだよね。そうすると25万票で割り振ると大体、うん、乙武さんの基礎表っていうのが10万になってね。 それであと,、えー、とこの立民の、あのーうん、基礎票が6万ぐらいになるんだよね。であとはだから、あのー、その他の人はまあこれはいろんな調整によって割り振るってそれだけのことなのでこれをやるときにまあ秋元さんっていうのと須藤元気さんっていうのが出なければ、うん、もうこれ音崎さんが圧勝なんだよね。うんうんうん あはいはい、うん、そうそうでもあの秋元さんっての出ると自民の票はかなり食っちゃううんそうだろうねそれであと須藤元気さんが出ると実は、えー、とこれはあ,のある意味この立,立憲共産党の票をくるんだよ来るんだよねなるほどはい、うん、そうか結構そうするとね面白い数字になっちゃうんだよだっていうのが基本なんですよそれで乙武さんですとねあのここに左に書いてあるけど私ちょっとツイッターで5体 不倫っってて書いてしまったんだけあの本当はごごごまた不倫なんだけど五体満足って書いてるから五 <laughs> 体不倫って書いたらそれでそれは公明党はものすごく拒否反応があるんですよ。そらそうだよねねは特にものすごく拒否反応あるんだよ、ねうん、だからそう,だよ、ね、そうすると乙武さんのさっきの基礎表のところから自民で秋元さんが引っ張ってあの立っちゃったから逃げるやつ、うん、それと後と公明党が逃げるやつを引くんだよね。 うん、そうするとそうすると大体いい5万か6万5万ぐらいしかなんないと。5万かそんなもんねはい。まあそんなもんそれで秋元さんとあ,、まあ、あと須藤元気さんっていうのを立民から引くとこの立民の方法は4万ぐらいしかなんないとでそうするとこの中で、うん、あの秋元さんと須藤元気さんと乙酒さんの数字はポッポ,ポッポって出ちゃうんだよね。 あとは残りの割り振りなんだけどこれはよく分かんないからねはっきり言って適当にパッパッパってやってるんだけどそうすると金沢さんっていうのと飯山さんっていうのは45万それとあと参政党の人が1万から3万ぐらいってそんな感じになるんだよねでもこれちょっと見てわかるんだけどまあ45万になりそうな人が実は4人もいるってすげえ団子レすスになっちゃってんだよ。 えっと、四五万で見ると、一番上の酒井さんも入れていいわけもちろんもちろん。まあ、それはもうね、どのくらい、あの、あの、名米数かわかんないからね。まあ、はっきり言って、これ四五万点で全部考えちゃうと、うん、もう、あの、候補者四人ぐらいいるって感じで、ちょっと乙武さんがやや優位かもしれないけど、うん、こんなの誤差の範囲だから、うん、あの、うん 実はちょっと、えっ、ー、と、投票率が7割ぐらいになったら、もう全然違うふうになるんだよね、ああこれね。だからその投票率が一応6割って、前回58%だったら6割と置いて、まあ結構やってるんだけど、うん、投票率によってもその、その、投票率やるとその他がぐいって増えちゃうから、どちらかというと、乙武さんとこの酒井さんっていうのはあんまり相対的に有利にならなくて、うん、だから他の、えっ、ー、と、維新と、 この、えー、と金沢さん店と,と飯山さんっていうのが何かが有利になる、うん、そんなような結果なんだよね。なるほどね、うん、だからこれだからでもまれ見る混戦で,あの、うん、でもうちょっとこれに付け加えると、うん、あのこれ言ったら実は選挙のプロの方の人から見ると,と、うん、小池さんが随分きちんとあのやれば乙武さんが絶対に有利になるよって言ってたわけね。 これをねそれでさあの実際問題昨日なんだっけこの無,し無所属の記者会無所属出馬表明の記者会見なんだけど、うん、後ろに小池さんの名前がはっきり出てるこれたまたまだけど隣の記事がこの本竹さんの記事だよねでしかもそれ実はだってさファーストの会って書いたんだもんなびっくりのさあのやんちゃなんだけどでもね、うん、それは。 今日の文芸春秋に爆弾が出てるから。そうそうそう。今日の文芸春秋、私はさっき、あの、なんか朝見たらさ、いやーってあの小島さんって人は、もうずっと小池さんの側近なんだよ。俺でも環境政策ガリガリやっててさ、でも私だからさ、小池さんからいろいろ話が来るたびにさ、あの人とぶつかるからやる、やる、やんなったような人なんだよな。そのくらい密接なんだよな。それがさ、街道台のこと、 ももう話にばらしちゃって実は私はこ,うこ,のこのさっきの,あの予測をね、うん、あ,のある番組でちょっと言ったら、はい、結構選挙のプロの人が小池さんがやるから高橋さんの予測は、うん、あの小池さんをがあるとあのちょっと崩れますって言われたんだよでもね私、はい、その時にね飯山さんがいるからね、うん、小池さんは、ね、出てきにくいっていう前提でやってるんですっていうことを一生で喋ってる。はいはい 今回これで飯山さんがあのねアラビア語対決っていうので小池さんをさ、うん、牽制するのもありね、うん、今回こういう話が出ちゃったら小池さん出てきにくくなるから私で装ってるのは結構、うん、あ当たるあの結構ね 数字の読みは多少 1, 1>、うん、2>, 1, 2万は続いてもね、うん、そんなに外れてないんじゃないのと正直に思ってんだけど,、ね今ねなるほど、ちょっとあのご覧の方ね、その文藝春秋の爆弾記事っていうのは、ご存じない方もいらっしゃるだろうから、ちょっと一言だけ言っておくと、要するにその小島さんっていう側近中の側近に、<う>小池百合子さんがまあ相談したと、非常に暗い顔で相談したと、<laughs> そしたらあの、カイロ大学、えー、から博士号もらったってことにしたらいいんじゃないんですかと。 言ってもらえばいいんじゃないですかと言って、アドバイスしたら、そしたら今度は、えっと、エジプトの大使館に小池栄子は卒業してますっていう文書が出たんで、仰天したということが出ていて、うん、その卒業したという文書を書いたのは、実は側近の、これまた別なブレーンのジャーナリストだっていうことなんで、ねうんまあ、あれ、文書書いたんだけど、英訳ができないから、英訳がたたみたいなんで <laughs> あそうなんか <laughs>、うん。 だからね、そうすね、もう完全に自作自演でさ、でもあの、要は卒業証書が出せないから、ああいうふうに、まあ、大使館を使ってやるっていう裏技を気がついて、その裏技を気がついかせたのが、その小島さんって人彼は、うん、両親の葛飾があってっていうので、爆弾発言しちゃったんだよね。そうすると、あのね、もともとね、卒業証書の話もね、結構突っ込めるんだ、あれ。 うん、だから卒業証書の話が突っ込めるからなんか、うん、あの大使館のホームページっていう裏技を使ったんだよねそれであれ,あれで収まっちゃったからあれでよかった、うん、よかったと思ってるんだけど、うん、あれが自作自演だって話になるとあれだよねまたこれが出るよね、うん、というそうそう、うん、あれ突っ込めるっていうのは今言ったどういう意味 <laughs> いろんなのがあってやつなのあ形式要件ねなるほどそういうことか。 ああいうあれだからちゃんとした正規のやつじゃないって可能性が結構高いんだけどね。うん、そ,うだねそれと、ああいや、元ジャーナリストっていうふうにもう職業を、えーまあ、断定してるから、私なんか一旦元ジャーナリストって誰だと、この人の名前がいずれ出てくるのも時間の問題じゃないかと思って。もう出てくるの時間の問題でしょ。そうするとね、うん、選挙戦中の間にもこの経歴詐称問題で大炎上してるんでよね。 経歴詐称っていうか、もうアラビア語がやっぱり最大の弱点であるっていうのは、その通りで。だから、これで私はもう、飯山さんが出た段階でね、結構小池さんが中国にはね、もう来れないと正直と思ったくらいなんだよね。うん、そうね。うん、それで、さらにこれが出てるから、あの、小池さんが中国に来れないと、あそこでね、あの、元け小池ってんで、あんな記者会見した人は結構苦しくなるんじゃないのって正直と思って。そうだね。うん、そうすると本当に 団子になっちゃって、うん、みんな四五万で団子になる可能性高いんじゃないのと思いましたか、うんうんうん。なるほど。もう一回ちょっとあの高井さんのその表をもう一遍出してくれる？その表を見ながらちょっと話聞きたいんだけど、えっ、ー、とねまずちょっと上の方から言うと、まあ立憲立民がどのくらい取るのかっていうのまあわかんないけど、まあここはあの。 まあ左の人たちだから、あっち系の人たちは、これはまあ、硬いんだろうなと見ると、高橋さんのご予想通りで、6万ぐらいっていうのはまあま、あ根拠はあるかなと思います。それで問題はこの次のこの2番目の維新なんだけど、維新の金沢さんってこんな,とこんな強いの、実際。全然い強い、あのね、だからね、このね、維新と,、うん、えと飯山さんと参政党ははっきり言って、うんうん、その他を分けてるだけなんだよ。うん ああそういういことなるほど、うんうん、だからこれは要するに足せば、うんうん、足せば10万ぐらいなんだけど、うん、割り振りは分かんないっすよ。 なるほど。うん、多分でも、例えば10万点いうのは、維新、うん、あの立憲、共産党と自公のところは結構硬いと思うんだよね、うん、そこの基礎評から計算してるから、それ以外のその他ですよ、うん、うん、そうだね。うんあのー、で、えー、じゃあ、金沢さんについてはそうだけど、賛成党も、これもちょっと私は全然存じ上げないけど、メディアの報道で見てる限り、あれ、ユーチューブなんか見てる限り、賛成党ってなんか、内幕が結,結構ガタガタしてんじゃなかった、うんうん だからこれさ、市原さんとほとんどさ、全、ま、く、あ、仮置きなんだよ、はっきり言うと仮置きだね、そうだね。で、うん、これ石かもしれないしね。うん、あ、から分かんないよ、こんな。それからね、えー、とじゃあ、飯山さんを除いて、その下の乙武さんのところにまた戻ってくんだけど、うん、乙武さんを支持する、まあ、じあの自民党が応援するっていうことにしたとして、それでじゃあ、いわゆる自民投票が乙武さんに。 行くのののかいいかないあるいは目減りするいす分がどらあだからこれは秋元さんでだからこれはもともとで分かんないんだけど、うん、秋元氏っていうのは基礎疾が結構あるんだよね、うん、そこでめめ3万ぐらい減らしてんだよなるほど、うんうん、それでそれは秋元氏以外の時に行くかもしれないけど、うん、こんなの分かんないからねとりあえず秋元氏に3万いくというふうに思って計算して、うんうん、あと公明党が2万減らしてそれで10から3党に引いてこうってしてんだよ、うんうん なるほど、うんうん、私はさ、ね、乙武さんに行くはずの、本来何もなければ行くはずの自民党票から、やっぱり岸田リベラル財布は受け入れられない,いや、とても支持できないって言って、飯山さんのところに行く分が相当あるんじゃないかと思うんだけど。まあ こそこは分かんないからな。分かんないから、計算できない、期待してないんだよ。う,もうこの。この手の話になるとさ、うん、そういうさ、細かいのなんてさ、全然数字もねえから、根拠もなくて言えないから、そうですか。じゃあ、あの、まあ、私はじゃこのさらに、この高橋さんの、この、えっと、出して、一応出してくれた、この予想をさらに私なりに読むと、この金沢さんとか乙武さんのところ、あるいは吉川さんのところから、 ああさらに飯山さんところに行って、あ<ー>まあ結局飯山さん勝つっていうのが私の見立てなんだけど。それはね、ファンだな、そういうう思うよ。ただね、はっきり言えばね、あれだよなあの、選挙ってさ、知名度の話になるから、俺<ー>、ね、あれだよな、選挙のプロから見たら、それはそんなに簡単じゃないよってみんな言うよ、すぐ。まあそうだね、そうだ、ね、あのそれでねあの、選挙の知名度っていうのはさ、もう聞いてさ、すごい泥臭いね、<ー>何人と握手しましたかとか、そんな話だからね。 入、ね、山さんは何,何もしてないから、うん、あの指名度あんんまりないんだよ<ー>それであと人気が多少ネットのであるかもしれないけど<ー>やっぱり民だっったらららまあ選挙出てないから知らないいか知よはっきり言いますそれだからこれから地上戦をどこまでやるかっていう話なんだけど、うん、あの私なんか見るとさ地上戦やるのに一番いい話っていうのは何個かあるんだけどやってないからさ選挙戦もあんまいないんじゃないかな。 ご本人は、ほらそのいわゆる、なんていうの、既存の選挙手法みたいなものは一切知りませんと、そうだからちょっとあれだよ、不利だよね、やっぱりね。あのはっきり言うと、あの何握手したかとかさ、そういうのところの地上戦っていうのがほとんどやってないからね、うん、だらこれからやるかもしれないけれど、うん、あの私なんかだからちょっと間接的にか、彼女に直接言ってるんじゃないけど、アドバイスね、うんうん、今だったら一番いいのは、例えばね、 台湾の地震の募金なんかやるんだよ。ああいうのやってないもん、全然。うんうん、だから、あの多分ちょうど普通の選挙参謀はいないなと分かるよ、するうん、あれ絶対普通、普通はすぐやるんで、あれやるとね、やっぱりさ、うん、一人一人お金入れるって話になって、よ要するに印象も深くなるし、この時握手するでしょ、うん、あれや、普通はやるんだけどね。 で特に飯山さんなんかは、保守系だったら簡単にできるからさ、うん、やそういうのはまあやってないからね、普通の選挙活動にはまだなってないな。なるほど。うんあのー、YouTube とか、まあ、X とか、そういうところの影響力っていうのは、どの程度あると見るない,ないあの。こういうの、普通のこういうふうな選挙では影響力はすっごい少ない。 あ、そう、それは何実証されてんの、これまでも。うん、だってあれでもあの見見てる人の数の問題だもん。ああ<ー>、<laughs> だからそのうち高等級民がどのくらいいるかって話だもん。そうだよな、確かにまああ<ー>例えば二十万三十万見たとしても。 それがまあ全国でまんべんなく散てたとしたら高得なんて何十分の一っていう話になっちゃう、ねうん、そうそう,そうだからあんまりないんだよ。だから、うん、あの、全国比例で出るんだったら結構それなりに意味があるんだけど、うんうん、こう、この、だから小選挙区は苦しいんだよ。 なるほど。特にその小選挙区ってさ、はっきり言って一番取んなきゃいけないからね。うん。だから、すごくやっぱり基礎の新政党には苦しいんだよ。だからこの参議院の全国議例みたいんだと、そういうふうなのは結構そこそこ意味があるんだけどね。なるほど。うん。だから結構、小選挙区で勝ったら本当に経典同値だよ、本当に。これはあの、えっと、 氏と、あとこの酒の井さんっていうかね、この以外が勝ったらもうのすごいよ、うん、うん、そうね、うん、うん、まあ、私はあのまあ半分期待交じりというか、半分以上期待交じりかもしれませんけど、点,地頂点地があるんじゃないかな <laughs> やっぱりね、私はあの YouTube なんか見てると、言葉のインパクトがもう圧倒的にすごいなと、今までの政治家で見たことないぐらいのインパクトがあるなというん、ふうに思うね。<laughs> それは全く言葉のインパクトはその通りなんだけどね。うん、でもさ、有権者が見てねえからさ。なんだったらさ、YouTube でね、あの、うん、なんだっけな、しっかり解析できるんだよ。こ,こういうあの、どこが見てどうのこうのっていうのあ。そうだよね。YouTube でそしたらすぐ分かるんだけどさ、そこまでやってないと思うよ。だから、ね、YouTube でさ、江東区民がどこだけ見てるかっていうと、それはものすごい少ないよ。ね、あと、あれだよな。あの あそこに、えー、と演説に来てる人で、江東区民がどのくらいいるかとか、そういうのも、ね、実はやんなきゃだめなんだそうだね。いや、まあ,あの、うん、有本さんなんか、それ必ず聞いてるようらしいけどね。うん、ああ、でもなかなか、ちょっと組織だとやらないと大変だよ金もないし、金もかかるからさ、うん、なかなか大変だよね、これね。要するに、江東区民でどのくらい見てて、どのくらいすが投票に行くかだから、基本的に組織用なんだよな。うん、うんうん まあ、そのあたりは、まあ、まだちょっと、選挙期間これからですから、まあ、あ様子見てことにしましょう。それでちょっと別の話だけど、音竹さんがさ、昨日ね、あの、都民、うん、ファーストから当然で、でファーストの会から当然出るんだろうと思ったら、無所属って言ったでしょ。あれをさ、うん、どう受け止めるかよくわかんない。無所属って言ったあ,あの、何、あの、あのポスターは。そうそう。 だから、いい当然、最初はファーストの会から陸王するそうファーストの支部長だったはずだよ。だよね。うん。それなんだけど、あれだったんじゃないのひょっとしたら、その、文春のゲラでも見たんじゃないかあ 文春のゲラかあるいは取材中であることを察知したか、うん、そう,そ,うそれでちょっとやばいと思って無種族にしたんだけど、うん、ポスターはよやっちゃったかそのままやっちゃって全部理解し,、うん、しないでゲラじゃなくて何かの噂ぐらいでやったっていう感じがするけどね、うん、本当だったら全部掴んでたら、うん、あれだよ完全無種族にしてあのポスター出さないよねそうだねうん、うん、まあ要するにポスターが全然間に合わなかったっていうのはそうなんだろうなだからだってファーストの会の確か副代表でしょそうだよ 代表でありながら無所属ですので意味わかんない。意味わかんない。だからもう混乱してるんじゃないの、うんう？うん、混乱してるね。うん、うん。で、あれだよね、あんなところであんなポスター出しちゃったらさ、うん、今日の文春の話を100%知ってたと思えないけど一部知ってて,知っててやったかってそんな感じだよね。うん、まあ取材受けてることは、人が住んでることぐらいはさ知ってた可能性が高いね。ああ、うん。下田はもらってなかった。まあ入手できなかった、まあ。入手できないかもしれないね、下田ぐらいはね。 そうねそれでそれとね、その自民と公明と国民民主なんだけどさ、いまだになんだかまだはっきりしてない部分もちょっとあるみたいで、まあ、でもそうは言っても自民はもう押すってことを決めたと見ていいしょうがないよ。だって、多分消去法なんだろうけどさ、うん、あのちょっとでもさ、勝つ確率の高いもうにしなかったら3連敗になるからさ。うんうん、そうね国民はな,んないで いや公明はちょっとやっぱり難しいんだろうね。公明は難しいと思う。でも最後の最後でなんか選挙のプロが言ってたんだけど、うんうん、あの公明は、うん、あの小池さんに言われたら動くって言ってたんだけど、うん、その小池さんに言われたらっていうその前提条件がなくなってるから、<laughs> 私は公明は難しいと思うな。<laughs> そうだね。うんうん、公明難しい、うんそううん。そうするとだから、うん 今日の,あの文春のやつが、うん、私、ちょっと前提を置いてて小池さん動きにくいって前提でいろんなことやってるんだけど、うん、案外ねあの、私は結構想定通りなんだよね。なるほど。うんうん、こ,これで今完全に小池さんには全く動きにくくなったよね。それところか自分にもう足元が本当に燃え出したって感じだね。うん、燃え出して、都知事選もやばいよねとか、ねうん。やばいね。やばいと思う。 うん、今回のあの小島さんっていうのは本当の側近だからあれなんでそ、うん、あの刺したんだろうこのええ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 左で言うから話じゃないのちゃうの <laughs> そっかあとさ最近さ自民<ー>にすり寄ってっからさ腹立ったらなかってんじゃないのそういうことかあーちゃうあの萩生田さんとかそういうのに結構すり寄ってるああすり寄ってるから,から、うん、そういうことかなるほど じゃあまあ刺されたって感じだな。完全にか、形はもう完全に刺したんだもんね、これは。刺してるよな。あんなさ、電話があって、こういうふうにやったので、全部ばらしちゃってさ、それで、そのうちジャーナリストへってのすぐ出てくる。もう時間の問題だよ。<laughs> ももうに出ててきたっておかしくないね、うん、あそこまで言われちゃったらジャーナリスト A とだってシビシ合わてやってるんでしょいや私もジャーナリストの端くれだからさちょっとそこが気になっちゃって一体誰だこんなことやってたやつだと思うわね。だってもう、うん、有本さんもさ実はさ、うん、こういう話があったってバラバラそうするとボドボド言ってるからさ <laughs> あ,あ,れあれやっぱりさああいうのってボドボド出てくるだろうな一、はい、人がいると。そうだね それとね、国民民主、国民民主はさ、自民党が応援するなら応援しないでみたいなことを新バさんが言ってるんでしょ俺、うん、はどうなってんのまあ国民民主、もともと票があんまりないから関係ない。<laughs> 関係ない。でもさ、うん、なんかとってもないよね。要する動画を応援したら俺はやらねえよって。まあ、あもう関係ないからさから、特に東京で票なんかないし、あそこ、口頭で組合もないしさ、何もないよ、ね。うん もう全然あの、ひゅうゆうみでは私なんか関係ないってしてよ<の>、<laughs> やってるんだけどね。どはい、わかりました、まあ、東京15区についてはとにかくもうまれに見る大注目区なんで <laughs>、これは引き続き、えウォッチしていいいきたいと思いますさて、それでね、もう一個最後、あの政局話では岸田さんだけどさ、今日アメリカ行ってんだけども、これ、どう、もう4月開催はもうないよな。 まあ、6月解散もできるのかよっていう、ここなんそれはでも、6月解散しなかったら降ろされるだけだから、うん、無理くり、無理くり、それで、あの、せっかくそのためにあれでしょう、うん、去年12月にある所得税減税貯めてんだからさ、弾を打ちたいでしょ、<laughs> 弾を打つんだから、うん。なるほど、6月減税で、 ちょっと、あのほらね、皆さんこれで使ってくださいよってな話で,で解散感、でもそれでもね、支持率、あれで上がるなんてちょっと考えにくいよな、うん、考えにくいけど、あれでしょう。あのまあああ 岸田さんってさ要するに派パ閥パ構想が好きなだけだからさそう、ね、6月解散とかすればさ、うん、少なくともさ、うん、党内から下ろされることはないじゃないの。党内がやらないと党内から下ろされるっていう見立てなんだけどさそこも実はね、うん、本当に岸田卸ろし起きるかと。 一体そんなまあるるるやつ、まあうん、今残ってる方無頑張れる、まあ、それはさ戦力がないからさあの、うん、情けなくてさあの、えー、まああれだよね世耕さんも、うんうん、えっと半島行為になるから衆議院では二回戦に立てつかないっていう噂すらあるくらいだからね。うん、ああ一方いやいやあの無所属になっちゃうんだから逆に衆院で勝負するっていう。 いう普通は、普通はそうで思うんだよ。普通は思うんだけど、うん、あの、でもさ、半島行為になって今度さ、あの、復党がすんごく難しくなるから、うんだ,ね、だからそのまま放っておいて、うん、あの、参院で勝負すると、参院にそうん。うん。そこぐらいで戦闘力ないってことになると、もうん、他の人もなかなかね、うん、あの、だから戦闘力あるのは、実は、あの、人事の好きな岸田さんだけだったかもしれないよね。うんうん あゃあれあれあって感じだけどさ高市さんどうよ高市さん。高市さんは安倍晋三荘脅しできないからそんなに人がいないから普通の総裁選を待つしかないよ,う,いないようん、うん、なるほど、うんうん、そうするとね脅しが起きないとさ岸田さんいや俺やっぱりあの総裁9月総裁選 解散しないけど俺総裁選立つからって言ったらさ上川さん出らなくなっちゃうよねそうだよね上川さん出らなくなっちゃうねそうするとあれだよね見栄えがしないからそうすると麻生さんがお前降りろって言うだろうな恐らくな麻生さんね麻生さんが今キングメーカーだからねそうだねそれで大工智会のためには岸田お前もそろそろだって言うだろうな恐らくその代わりお前引退した後は悪いようにしねえからっていうそういうこと言うだろうな そうだからあの自民党内が今さもうあれだよね、うん、あの人事の岸田にさ、うん、あのみんな積極でもう各派閥がやられてるっていう、うん、情けないっていは情けないな情けどさこのくらいになったらさ、うん、誰かもうちょっと反発するやつが出てもいいんだけど安倍さんがいないと全くだめなんだな、うん、みんな。そうだね そうすると痛いすぎてもうかけちゃったらアベノスで何も動けないような状態なんじゃないかなって気がするんだよな。<laughs> なるほど。そ<あ>うだね。 まあどそのあたりはちょっとまだ6月、まあその前に4月、5月もあ,ありますので、まあそこも見ていきたいと思いますけど、<laughs> まあも一回のところは残念ながら、この岸田さんだけが人事の好きな構想をやって、お,お前、俺たち俺を下ろせるもんなら下ろしてみようってう、まあそういう構えかなっていう。すごいよな、かたであれだよ、処分とか言って、わけの分かんない処分基準でばんばんやるんだもんな、あれ、まあ、あれ人事が好きだって、ここでやりたかったのかと思っちゃったよね、<laughs> 正直言うとね。いは というわけでまあここはまだちょっと混沌としてますのでそっちも引き続き見ていきたいと思います。はい、さてそれであの今日はこんなところですけど。